お金はあるでしょ、そんな儲かってるなら。いや、何を狙ってこんな来たんだい。詐欺っぽく聞こえちゃったかな。工事に来てるんですけどって一番最初の入りから、はい、もう嘘ですもんね。ちょっとやだな。アポなしで。何を言ってんだよ。バカ野郎だって。ジャムさんは多分トークとかじゃなくて見た目とか雰囲気とか身長とか若さとかそういうのも含めて奥様の心を掴んでたりとかそういうことで率が高いんで全ての太陽光販売会社が思いつくから、はい、そんな差別化でもないんですよ、はい、なんで独立したんですかね。そうですね、ビッグになりたいなと現在その太陽光蓄電池の営業会社を経営しているんですけど九州の方で営業活動をしてまして現在まあ20人ほど在籍しているんですけど、まあ、7月で月間3000万ほど売り上げてで8月で3600万ほど売り上げました。今後九州だけじゃなくて関東関西まで支店を広げていって虎の皆様に価値を感じていただいて、出資していただいた金額で、支店を展開していこうと考えております。すごいですね、3000万の売り上げ。ありがとうございます。これってその末端の売り上げ、末端というかその自分たちの取り分が3000万ってことですか。いや、売上ですね。なるほど。はい。ただここからまあ自分たち の, その営業代行費みたいなものが入ってくると。そうですね、うん、いくらぐらい余ってるんですか。3000万売上げた場合、大体利益400万ぐらい残るイメージです。ただ今現在代理店として活動しているので、まあ、利益率はそこまで高くないんですけど、まあ、今後その代理店じゃなくて独立して販売店として活動した場合もう少し利益率は上がるかなっていうところです。はい。なんか太陽光パネルで、はい、なんか物自体がゴミみたいになるみたいなこう、はい、環境のイメージが良くないっていうこともあると思うんですけどそこは簡単にどういいのかちょっと私も詳しくないのでわからないんですけど、はい、そうですね、僕なりの見解からするとここ結構もう陰謀論みたいな話もやっぱ多くて太陽光蓄電池をつけることによって、まあ、環境的にはすごい負荷がかからなくなるっていうのはもちろんなんですけどそれよりもこう各ご家庭様の経済コスト、まあ、今電気代が非常にこう値上がりしているのでそこをしっかり抑えられるっていうところにやっぱり社会貢献できてるんじゃないかなと感じてます。はい。太陽光がその環境に悪いっていうのは どういう説なんですか。初めて聞きました。太陽光パネルってメガソーラーとかってあると思うんですけど、うん、山の木を削ってメガソーラーバーってつけるのが結構最近流行ってて、うん、それをすることによってやっぱ逆に環境に悪いんじゃないか。そういう説もあるんですね。そうですね。いやいや、それですね、それを陰謀論じゃなくて僕はそっちの方が正しいと思ってまして太陽光は発電効率が悪いし原子力とか再生エネルギーもね、だから再生エネルギーが成り立ってるのはやっぱね、民主党政権の菅さんの時に補助金いっぱい出してそれで成り立ってるけれどもそれを取り外して考えればもう全然ダメっていうのも十分それは陰謀じゃないでしょうっていうふうに僕は思いますけどね。でちなみにお金はあるでしょうそんな儲かってるなら。いや、何を狙ってこんな来たんだい、はい、儲かってないの。だってさっき300万400万利益出てんじゃないの。1個このビジネスモデルの懸念点としてキャッシュフローが非常に遅いんですよ、うんうんうん、で7月の売上分は、実際に9月の末ぐらいにキャッシュが入ってくるイメージでして今手元に現金があるかっていうとそこまで正直ないかなっていうところです、うん、ね、であとはね、まあ、ただの太陽光の営業の会社でしょ。そうですね、ね、はい、それでどうやってナンバーワン目指すの。はい、そうですね、まあ、僕自身ちょっとプレイヤー時代の話にはなるんですけど月間で33商談、28契約っていう結構すごい実績が、まあ、自分としてはある。で売上としても8000万ほど個人で売り上げて、まあ、クロージング能力自体はかなり自信があるので、まあ、それを今社員の みんなに、再現性高く叩き込んでまあ、実際にそのアポイントから商談契約率まで非常に高い確率で契約しているので、まあ、そこは一個競合優位性としてなっていくんじゃないかな。じゃあ俺個人的に青さんをターゲットにロープレイしてもらえないですか、はい、青さんとのやり掛けちょっと見たいですね。そうですね、全く無知って言ってる青さんを少し興味持たせたらあんたの勝ちだよ。はい、はい、じゃあ僕六本木の、はい、
指名状が太陽光発電の営業マンなんですよ。だ結構太陽光発電の営業マンには弱い傾向にあります。それダメだ。でもそれをちょっとねくどくどこ見たいですよね。はい、はい、ちょっと普段やってる、はい、ちょっと、はい、あえて僕一応マイホームある設定でちょっとロープレイ、はい、やってもらう、うん、そこで買わせれるかもしれないから、うん、はい、ですみません、あの1個前提として僕ら今太陽光つけてるお客様に蓄電池、うん、バッテリーを販売してるのでそちらの、あ、分かりました。じゃあマイホームがあって屋上にすでに太陽光つけてるっていう、あ、そうですね、あ、もうある状態、はい、はいはい、分かりました。じゃあピンポンから、はい、はい、ピンポン、はい、あ、来週からこちらの地域で電池の工事に入るクラフトエナジー勝山と申します。お、その工事の案内と確認で回っていたので玄関先までお願いします。あ、分かりました、はい、ガチャ、あ、お忙しい中恐れ入ります。来週からこちらの地域で電池の工事に入るクラフトエナジー勝山と申します。はい、そう、工事の案内と確認で回ってたんですけど、ご新様のうち屋根の上こういった太陽光のパネルついてると思うんですけど、はい、近年環境悪化によって電気代が非常に値上がりしている関係から、うん、国が推奨する蓄電システムっていうのを導入してお家でかかってくる電気代を極力ゼロにしていくってご案内で回ってます。はい、うーん、で今回こちらの地域で一部の対象世帯様になるんですけど実質の費用負担ない形で蓄電システムを導入できるっていう仕組みでご案内してます。0円でなんかそのなんちゃらがもらえるってことですか？0円とか無料とかっていうわけではないんですけど、実質負担なしってどういうことですか？簡単に言うと蓄電池を入れることによってご主人様のかかってくる電気代月々こう抑えられて、その浮いた分を電池代に月々当てていくような仕組みになってます。なんで生活スタイル変えずに蓄電池を導入できるような仕組みになってます。はあ、いやなんかまあよくわかんないんですよね。その昔、はい、営業マンの人にわー言われて太陽光つけちゃっただけで、あ、そうなんですね、正直全然わかってなくて。ちなみに今って太陽光どれぐらい発電してるとかって把握されてないですか？2000円分ぐらいだった気がします。あ、電気代毎月1万5000円ぐらいかかってるんですけど、はいはいはい、2000円分ぐらいなんか太陽光だったような気がします。あ、なるほど。今ちょっとご主人様のお家の屋根見るとかなり太陽光乗ってるようなお家なんですね、うん、で売電単価っていうのは実際そのつけた年数によってちょっと単価が下がってはしまうので、うん、あまりこの金額っていうところは別に参考にしなくていいんですけど、うん、実際その乗ってる枚数でいくとかなり乗ってるようなお家になってきます。あ、そうなんですね、はい、うん、で実際そのご主人様のお家って日当たりとかってどうです？結構いいはずです。ですよね、うん、でそうなってくるとやっぱり日当たりいいってなると発電もすごい高いので、うん、まあその発電した電気っていうのを、まあ、2000円で売るんじゃなくて、まあ、お家で貯めてお家で使うことで、まあ、電気で1万5000円かかっちゃってるので、うん、まあ、それを抑えていった方が、まあ、2000円売るよりはすごい経済コストを抑えられるかと思います。あ、売らずに貯めて自分で使うと。あ、そうです、そっちの方がコスパがいいよって話なんですね。あ、そうです。あと2分です。あ、はい、いくらぐらいになるんですかそれで？もうご主人様の電気代によって結構変わってくるんですけど、うん、結構ピンキリでして、まあ、安いものだと月々8000円、高いものだと月々2万円っていう、うん、月々ベースで結構もうピンキリだったりはします。でそれにパッと答えれないと思うんですけど1万5000円かかってなんか、はい、どんくらい電気代が節約できるんですかね、それ蓄電池入れたら。そうですね、まあ、大体1万5000円の電気代であればしっかり容量見合った蓄電池導入されたのであれば大体1万3000円ぐらい削減。それいくらで作れるんですか？そうですね、大体月々1万5000円とかで作れるかなと思います。ん、最初にんどいくら払って1万3000円節約できるんですか？あ、1万5000円ぐらいです。もう、え、月々1万5000円払って1万3000円節約できるんですか？あ、そうですね。そしたら、あ、そうです、ここが結構重要でその蓄電システムって1分前です。はい、寿命が大体30年から40年って言われてるんですよ、うん、なので、まあ、電気代今一生こう40年50年払っていくと思うんですけど、うん、蓄電池の支払いって大体15年から20年なるので、うん、まあ、蓄電システム支払い終わった後は蓄電池代もかからないですし電気代もほとんどかからないようになるんです。じゃあ15年ぐらいは赤字だけどそこから先黒字になるよみたいな感じですか？あ、そうですね。ただここも結構現状の電気単価によって削減額って変わりまして、うん、電気単価がまあ10年前からずっと上がってはいるんですけど、うん、今後上がれば上がるほど削減額ってすごい増えていくんですよ、うん、だから現状2000円ぐらい赤字にはなってるんですけど、うん、電気単価がまあ今後上がっていけば上がっていくほど結構メリットは出てくるかな。なるほどね、します、はいはい、ちょっとすいません、ちょっと待って、わかりました。
今のやり取りを見て皆さん購買意欲はいかがなもんでしょうか。なんかちょっと詐欺っぽく聞こえちゃったかな。実質ゼロってなんかすごい俺嫌いなんですけど、今工事に来てるんですけどって一番最初の入りからもう嘘ですもんね、はい、今工事ここをやらせていただいてるんですけどっていうトークが。あ、工事、まあ、実際その工事をやってる地域、まあ、地域をターゲットに営業していくので、まあ、工事をする予定のお客様、全く僕も深田さんと同じ印象で、そこの地域を担当させてもらってるっていうと国から指定を受けてる風を出してるじゃん、はい、だからそれってとって、いやだからすごいそれがね、あのやり口だと思うし、それがまあ結果出て売れてるんだから、まあ、ある意味ではいいんでしょうけど、まあ後半って感じでしたね。山田さんいかがですか。実際に今の現在でアポなしで訪問してるんですか。はい、そうですね。ああ、ちょっとやだな。アポなしで、あ、訪問ですか。はい。今のはアポトークになるので、はい、アポイントメント取ってから、そうですね。訪問するっていう形で、そうですね。はい。アポイントメントどこで取るんですか。インターホンをして、うまくは。訪問ですよね。うん。いきなり。ってことはいきなり訪問するってことですよね。はい、そうですね。ああ、それ、それやだな。家に来られたらやだもん。まあでも設定がそうでしたもんね。いきなり家に来たっていう設定からスタートでしたもんね。そうですね。営業トークの方がなんか微妙だった気もして。なるほど。シンプルにちょっと分かりづらいっていうその、うん。まあ僕が無知なせいかもしれないんですけど。いや、はい、僕も同じ意見でしたね。うん、結局なんかいくら払っていくらとどう得になるのかみたいなところが結構こっちから最後ちょっとあと2分かと思ってタスキをポンポンポンって出してやっと整理された感じはあったんで、うん、ちょっとそうですね、このロープレーだとちょっと営業力、うん、ちょっとマイナスやねそうですね、そうですね、まあ実際そのアポトーク自体だいたい15分から20分ぐらいかかるので、うん、そうですね、ちょっともう少しあのお時間いただけたら。何を言ってんだよバカ野郎、だってあえて時間も言って2分前、はい、1分前まで言ったら、はい、ギアを上げるのが普通なのに全然同じトーンでいくから、はい、そこが俺はすごく気になっちゃって、はい、富山さんは多分トークとかじゃなくて見た目とか雰囲気とか身長とか若さとかそういうのも含めて奥様の心を掴んでたりとかそういうことで率が高いんでトーク内容がいまいちだっていうのは僕は違うんじゃないかなという派です。なるほどですね。実際どうですか。そうですね、僕でもやっぱ教育とかもしてるんですけど自分の部下はまあ同じようにかなりの高確率で売れてたりはするのでやっぱ遠くのマニュアルだったりとかは結構自信はあるかなと自負はしてます。ということは遠くだってことですね。僕が助け舟を出すけどどう見た目じゃねえ、トークだと駆け出しの俳優みたいな顔してるけどね。なるほどなるほど失礼しました、トークでしたね。あーそうかそうか、でもやっぱ俺的には味方になったつもりなんだけどな。合いの手入れてくれたのにな、それ全振りで断ったから300万ぐらいですか商品。そうですね、それをね33アポで28売るって相当だとは思いますよ僕は。すごいですよ ね、うん、ね300万だからね、もちろんお得だとかあるんだとは思ってね。だからで若くて営業ができる人なんてそんななかなかいないですから貴重な人材だと思うんでぜひね、うん、出資したいなと思うし何か関わりを持てればとは思うんですけ ど、 なるほど。ただそのご本人ができてその営業マニュアルがすごいっていうだけだとなんかねそんなみんなどこだってそう言うわそれ社長はトップ営業マンだろうし、はい、そのマニュアルを研修してどこの会社とも差別化がないよ ね、 そうですね、普通だよね。勝山さん自身にかけるしかないけどね、トークじゃないんでしょって言ったらトークだっていうからじゃあ出せないよってなっちゃうしそこを出す理由すごいと思うよ。その25歳で会社作ってねこんだけ売ってるんだから。ありがとうございます、ね、100坪のじゃあジムに太陽光つけるってなったら5000万ぐらいかかっちゃうんですか。そうですね、100坪であれば1000万とかそれくらいかな。1000万か、あまあまあ現実的にはなってきますよね。じゃあ1000万でつけたとして、はい、どれぐらいの毎月電気代が生まれるんですかその太陽光で。だいたい3万とか削減できるかな。ってことは1000万回収するまでにめちゃくちゃ時間かかっちゃいますね。そうですね、まあただ永遠に使えるのでとはいえ年間36万でしょ。はい、1000万までに1000万なかなかそれもう投資回収できないですからね。すいません、つけませんってなっちゃうけど僕らまだちょっと家庭用しか販売してなくて、はいはいはい、産業用まで手につけてないので。あ、ちょっと家庭用の300万だったら月どれぐらいプラスになるんですか電気代が。月でいくと
本当に、まあ、先ほど提案した2000円マイナスマイナスになったりプラスになったり2000円だ。ざっくりその蓄電池代もサブスクというか月額だから15年ぐらいはトントンでいって16年目以降黒になるよみたいな。そうですね、そんな形です。まあ、どうせ電気代一生払うはずだったお家になるんで、まあ、一生払うぐらいだったら15年20年で超長期投資だ。うん、16年目。そうですね。アライアンス事業は多分全ての太陽光販売会社が思いつくから、はい、そんな差別化でもないんですよ、はい、でその営業マニュアルも、まあ、どこもそんな変わんないよねってなると今その優位性がないんですよね。はい、だからそこもちょっとプレゼンした方がいいと思います。 哲学というか、はい、そのなぜそれじゃなきゃダメなのか、俺じゃなきゃダメなのか、ただ営業だったら保険でもいいじゃんっていうのが青さんが言ってるんですよ、うん、あなただったら別のことでもできるじゃん、はい、でも俺はなぜこれをやりたいのか軸なんだってところをアピールしてもらいたいです、はい、そうですね、はい、ここは、僕の、まあ、性格上もともと僕ってなんかビッグになりたいなっていう性格があって、まあ、小さい頃からずっとサッカーをやってたんですけど、まあ、サッカーやってる時も本当にバロンドール取りたいなっていうぐらい、まあ、ちょっと恥ずかしい話なんですけど本当にまあビッグになりたいなと思ってて、まあ、ビジネスの世界でもどうせやるんだったら年商100億目指してやっていきたいなっていうのはありまして、でその中でやっぱり大学生のところに時にこう営業を、まあ、誘われてインターンに入ったんですけど、まあ、最初は全然その営業をずっとやっていこうとは思ってなかったんですけど、まあ、やっていくうちにやっぱり数字もどんどん出て、まあ、自分だったらこの営業であれば上に行けるんじゃないかっていうのは思って、それでまあ営業の世界に入ったんですね。でもちろんその太陽光と蓄電池にこだわらなくてもいいんじゃないかっていうのはあるんですけど、やっぱりずっとやってきてやっぱその商材を売るのがやっぱ得意ではあるので、まあ、まずはその太陽光蓄電池で実績を作って、まあ、今後その不動産だったり、まあ、さらに単価の高い商材にまあ移行して、あ、行く気はあるんだね、そっちは。あります。あ、そうなんだ。あまりその太陽光蓄電池にずっとこだわり、なるほどね、とかはそうですね、ないです。まだ勝山さんも独立されたわけじゃないですか。はい。なんで独立したんですかね。そうですね。ビッグになりたいなと。元の会社はどういう会社だったんですか。ポンコツになってきた。元の会社は同じように太陽光蓄電池の会社ではあったんですけど、うん、やっぱ成長スピードが遅くて、うん、まあ、採用も全然あまり来てなかったので、うん、まあ、自分だったらもっと大きくできるなっていうのはずっと感じてて、なのでまあ自分で独立して今スピード感持ってやっていこうかなと考えてます。うん、はい。1枠目の青さん。はい。僕はナッシングです。今必要なのはお金とかじゃないかなと思ったんでナッシングにしました。なんか今回の収録でいろいろ言われたこととかを反復してなんかもうちょっといろいろ固めてからお金をかけてドンっていった方がいいかなと思ってます。まあなんかいろいろ固まったらまたご縁があれば、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ続いて山田さん。はい、僕は200万です。岡田さん。はい、私は100万円でお願いします。続きまして、竹内さんお願いします。はい、僕は200万円出します。僕も根拠のない自信で会社をやりだしたので嫌いじゃないんですけど、なんかもうちょっと25歳ならギラギラしててほしいし、はい、営業マンだったらもっとなんか勢いあるよね。そうですね、うん、であと今勝山さんに足りないのはメンターだと思います。うん、うん、いいメンターに出会えばなんかいけるんじゃないかなっていう気がするので200万で、はい、ありがとうございます。はい、林さんお願いします。将来有望な若者だと思います。なので応援の気持ちで200万円。ありがとうございます。希望金額はあと100万円が大事なんですね。けどね、ま、持ってるか持ってないかも大事だから。持ってなかったね。けどこれをバレにしてもっと大物になってください。頑張ります。はい、というわけで林さんから200万円で現在700万円で、希望金額まで達しませんでした。今回はナッシングとなります。お疲れ様です。